今日は新型アトレイに、リップスポイラーっていうかエアダムっていうかなんていうんでしょうね、まあ、ちょっとフロントのバンパーの下に小物を取り付けたいと思います。じゃあこれが取り付けるものですね。あとこれ取り付ける、まあ、リス類ですね。スプリングワッシャーと平ワッシャー4枚、ナット2個、あとボルトですね、60mm ぐらいあるかな、はい、あとこれアルミパイプを切ったやつですね、 20mm くらい、あと鉄板ビスっていうかビスですね、それを使ってこれをバンパーの下に取り付けたいと思います。どこに取り付けるかっていうと、これあるんですけど、これなんていうんですかね、これは何の採用するのかよくわかりませんけど、これがなんか中途半端なので、もう この辺まで、伸ばしたいと、まあ、感じとしてはこんな感じですね。こんな感じで近くから見るとちょっと材質違うんであれね、遠くから見れば一体かみたいな感じで見えるんじゃないかなということで、取り付けてみたいと思います。裏側がこんな感じになってますね。ここの穴ですね、ここの穴と、あとここですね、ここ穴、ここ 2.5 ミリの穴、ここに開けました、ドリルで。そしてこう感じですね、ちょっとスペースが こことここの間のなんていうんですか、この出っ張りがこっちあるんで、バンパーですね、このボディよりもここ浮かして、これですね、このアルミのパイプを切ったやつでこう浮かして、ここまで浮かして取り付けます、はい、じゃあ取り付けてみます、はい、3.5mm、45mm ぐらいですね。さあ、カットしました。バッシャー入れて、通してですね、またワッシャー入れて、アルミの切ったパイプを入れて、もう一個ワッシャーを入れて、こんな感じで、くっ込まないようにワッシャー入れます。ここに行きます。で、後ろから平ワッシャーとスプリングワッシャーを入れて締めます。
違うな、ここの付け位置とこっちのバンパーのこのラインですね、ここちょっと浮いてるんですよ。最初ここ全部削っちゃおうかなと思ったんですけどね、ちょっとバールがついてた方がかっこいいかなっていうので、そのままつけたいと思います。で、このやっぱり隙間が空くんで、ナットですね、ナットをスペーサー代わりにつけて、仮付けでこんな感じですね。ちょっとこの辺は好みでカットしたいと思いますね。上から見てみましょう。こんな感じですね。この辺は丸つけてカットしたいと思います。目立たなくていいかなということで、こんにちは、します。感じになったでしょうか。